金平梅。旦那様、そろそろ平次様のお体に触りますので。なんだ、もうそんな時間か。もう少しいてもいいではないか。お気持ちはわかりますが、旦那様はこの後金蓮様のところと伺っておりますし、これ以上長居されますと余計平次様が離れがたくなりますかと。うん、確かにその通りだな。旦那様、そろそろ行くよ。また明日来るからね。もっと旦那様といたいのに、風が見張ってるせいで何もできないわ。しかもこの後旦那様は金蓮さんと。平次のことを頼むよ。はい、旦那様。あ、そうだわ、金蓮さんのところなら。旦那様、これから金蓮さんのところでしたら私もご一緒してよろしいですか。百王を譲ってくださるお礼を言いたいのです。お礼を述べたらすぐに帰ります。どうか連れてってくださいませ。そうか、それぐらいいいだろう。ふう、では私もご一緒に。ダメよ、ふう。二人で行ったら金蓮さんが帰って気を使ってしまいます。私一人で行ってきます。そうですか、では。やったわ、これで旦那様と二人きりになれる。旦那様だって私と同じ気持ちのはず。少し遠回りしていこうか。フーといると二人きりとはいかないからな。ほらね、仕方ありませんわ。フーは私の体を心配してくれているんですし、私もつらいです。旦那様。あん、いけません、旦那様。お腹の子に触らぬよう優しくするから。旦那様、体中がしびれていく。体中のうずきが静まっていくわ。私が欲しかったのはこれよ。今はお腹の子供のことなんかどうでもいいわ。旦那様、うん、空き部屋なのに声がするからと覗いてみれば、お二人ともこんなところで。待ちなさい、髪飾りが。ありがとうございます。金蓮さんに気づかれませんでしょうか。大丈夫だ。まあ、よりによってこれから金蓮様のところ。もしこんなことを金蓮様が知ったら。これはいいわ、金蓮様を焚きつけられる。奥様、旦那様がいらっしゃったのですが。お待ちしてたのよ、早くお通しして。それが。失礼します、金蓮姉様。え、百王のお礼に参りました。百王の？聞けば百王は王道一のボタン。それを私のために心よく譲ってくださるなんて、感謝の気持ちは言葉に尽くせませんわ。冗談じゃないわ。私があんたに喜んで百王を差し出すわけないじゃない。それをわざわざお礼だなんて、なんて当てつけがましいの。まあ、とんでもありませんわ平次さん。
旦那様のお子のためですもの。喜んで送らせていただきますわ。ありがとう、金蓮。では私はこれでお邪魔いたしました。この女、ああ腹が立つ。不愉快で倒れそう。奥様、大丈夫ですか？旦那様には祝菊にお酒を出させたのですが。大丈夫よ、ありがとう。旦那様、あの…なんだ、祝菊。いえ、何でもありません。旦那様、お待たせしました。失礼します。嫌だわ、旦那様のお子を産むのがあの人なのは嫌だわ。祝菊。先日火龍家と話をしてね、出世したいならちゃんと跡継ぎを作れと言われたが、このままうまくいって男子が生まれればもっと高位の人物に渡りをつけてもらえる。もしかしたら長官の座も夢ではないぞ。旦那様ならきっと望む官職が得られますわ。旦那様が平次のことを気にかけているのは出世のための体裁だけよ。どうした？私とは違う香の匂いがしますわね。そうかな。きっと平次さんですわね。ご一緒に歩いてて映ったんですのね。嫌ですわ旦那様、他の女の匂いをさせてくるなんて。お前が一番だよ、金蓮。旦那様は私のものよ。この指もこの汗も私のもの。その夜、二人は熱く情欲の雨を降らせ、その雨は朝まで止むことはなかったのでした。今日は警部の獅子様が奥方様と共にお見えになります。皆さん粗相のないように。平次さんも体の調子がいいようならぜひ獅子様にご挨拶を。もちろんさせていただきますわ。子供ができたことを盾に大奥様を差し置いて獅子の前に出るつもりかしら。平次と同席したらムカつくに決まってる。仮病でも使って部屋にいた方が。金蓮様。玉将さん。実は内緒でお耳に入れたいことが。何ですって？昨夜そんなことが？はい、私も我が目を疑いました。平次様は身重にもかかわらず、それは熱心に旦那様を誘い、あられもなくはしたない声を上げられ。平次のやつ、しかもそれが金蓮様のお部屋にいらっしゃる前だというではありませんか。これはあんまりと思い、金蓮様のお耳に入れなければと。玉将さんまで私に平次のことを告げ口するなんて、今までならなかったことね。ということはこの人も平次の解任を快く思っていない。それでは私はこれで。それにしても平次のやつ、どこまで私をバカにするつもり。金蓮さん、そんなところでどうなさったの？
闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。ヘイジ、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。